私がいいって言うまで扉開けないです。あ、わかりました、ママ様お願いします。この解放された感じでお前な、自由だよね。髪の毛が解放されるんですか、ちゃんと。もう猫カフェにお前ってどこ行ってんの、お前。これ猫カフェでここじゃないじゃん。じゃあお互いどっちか破ったらどうする。どっちか破ったら俺ら結婚するでしょ。やめて。絶対破れないでしょ、だって。絶対破れないから。破ったら結婚式あげることになっちゃうから。大きな声でシャウトしながら、出張主義です、出張主義です、出張主義です。おめでとうございます。おめでとうございます。形になった、ありがとうございます。あと3時間引っ張るからな、俺たち。やめてくれ、引っ張ろう、帰れよ。誰も起きてないのかな。一回無線入ってみよう。あ、誰もいない。こんにちは。誰もいないから。え、マリ肉出てこないかな。あー、マリ肉だー、今日もマリ肉だー。今日はおじさんだ、おじさんかー。美味しそうじゃないな。こんにちは。Oh, okay. Whatever. ハロー。No big deal. ハロー。こんにちは。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。あ、順番待ちですか。いや、朝から嬉しいですね。どこが今日は悪くて来たんですか。耳がよく聞こえない左耳。あ、それストレス性難聴かもしれないですね。おじさんはどうですか。お熱あります。あ、大丈夫ですか？健康？あの、熱だけ測ってもらっていいですか？ちょっと一応ね。あ、全然、あの、ほら。ねえ、なんか病気とかだったら大変でしょ？はい。熱、じゃあちょっと測ってください。はい、じゃあ、おじさんもちょっと熱測って待っててください。で、ちょっと順番がね、あの、来るまでちょっとお待ちください。え、業者いるかな？ま、協賛にお電話してみよう。え、はい、我が家でございます。もしもし、わきおさん、こんばんは。こんにちは、あげころです。コロコロ、久々や、はい、どうした。お久しぶりです。あの、なんか今日もマリ肉屋に、あの、マリ肉がいて、ちょっと業者の方を頼みたいなと思ったんですけど、今暇ですか。今から仕事やから。そっか、今お仕事ですか。わかりました。うん、サクッと終わったら、うん、電話するね。で、はい、もし、なんか業者も他頼んじゃって、あの、駆除できたら、はい、あの、メッセージ送っといて。あ、わかりました。わきおさん、いつもありがとうございます。うん、いいよいいよ、任せて任せて。はい、じゃあ失礼します。はい。はい、お仕事頑張ってください。ありがとうねー。はーい。そっか、業者が、今日はお仕事か。他に業者いるかな。他に業者っぽい人誰だろう。じゃ、ババ様とかどうかな。ババ様に聞いてみるか。キャップくんいないのかな。あ、もしもし。あ、もしもし、ババ様、あげころです。おはようございます。あ、おはよう。あの、今マレ肉屋にマレ肉が、新鮮なマレ肉が来てて、これはあの、マレ肉にしても大丈夫ですか。どういうことだよ。ママ様、もしあの、よかったら、ちょっと今、うん、8037の暇だったら、ちょっと8037のマリ肉屋に来てください、ママ様。8037？ はい。どこだい、8037。レギオンの下です、すぐ。ああ、あそこね。はい。OK、ちょっと行ってみるわ。あ、じゃ、ちょっと待ってます、お願いします。うん、まあね、また行くわね。はい。すぐ行くわ。あ、はい、失礼します。よし、ママ様に聞いて。
わかった、そこまで言うならちょっとおとなしくしててください。今警察が来るんで。どっちが正しいか。自分で来ておいてそういう被害者面するんですか。どっちが正しいか今から警察に裁いてもらいましょう。すぐ来ますから。逃げられたら困るから。に、あ、ババ様見てください、新鮮なマレ肉が。あ、ちょっとお客さんに聞こえちゃう。こんにちは、ババ様。この方々は、ちょっとあんま大きな声、ちょっとこっちに来てください。聞こえちゃうね、この人たちに。なんか朝起きたら、この人たちもいたんですよ。座って待機してたんですよ。その右手に持ってるのは何なの？あ、これあれです。あの、ちゃんとガンライセンス持ってます。今どうやって。いや、そういう話じゃなくて。閉めたらいいのかと。一応警察に聞こうと思って、これ閉めても大丈夫なのか、マリニックとして。ちょっと話してくるから待っててもらっていい？ババ様、ありがとうございます。はい。あの、怯えさせないでくださいね。うん、大丈夫よ。はい。ちょっとこれ、片しておきます。ちょっと。私がいいって言うまで扉開けないで、ね、あ、わかりました、ババ様、お願いします。オッケーよ。ババ様、大丈夫ですか？うん、大丈夫みたい。わあ、どうしたのかね。あ、なんか倒れてるよ。マレニクになってくれたんですか、この人たち、もしかして。あ、ババ様、ありがとうございます。あと片付けお願いしていいかしら。あ、はい、もう任せてください、あとは、うん、気にしていいから。ありがとうございました。うん、じゃあね。はい、またね。やった、今日も新鮮なマレニクが手に入った。ちょっと、秋尾さんに一応写真送っとこう。どうやったら、こっちから取ったら入るか。あ、こうね、はい。目つきちょっと怖かった？あ、来た。新鮮な。新鮮なマリ肉いかがですか？よし。音楽かけるか。あ、ロックちゃん起きてる、ロックちゃん。今日まず何仕込もうかな。新鮮な前肉が手に入ったからね。生でばっか食べても仕方ないから、ちょっとコロッケにするか今日。ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんちゃんちゃん。クッキングみたいな BGM ないかな。いや、これはちょっとはもうちょっとなんか3分クッキングみたいなのがいいな。あ、これにしよう。フリー BGM。 それでは皆さん、本日はマレコロを作っていこうと思います。こちらにまず新鮮なマレ肉を2なんて数えるんだこれ、マレ肉って。こちらに新鮮なマレ肉を2体用意します。先生、これでよろしいでしょうか？はい。マレコロを作っていこうと思います。まずこちら。マレコロはですね、まあ、美味しい部分。人間ではないや。すいません。失礼しました。ピー入れてください。ピー。毒ギガさん、ピーお願いします。で、まずお腹の部分とかですね、脂肪が多い部分を使っていきます。ちょっと、取っていこうと思います。なんかいい絵元ないか。よいしょ、よいしょ。
よいしょ、よいしょ。はい。じゃこちらからね、多少取れました。で、こっちの方結構肉付きがいいので、結構脂がしっかりしてそうですね。よいしょ、よいしょ。はい。じゃあまずね、美味しいね、マネ肉をね、仕入れましたから、後ろの調理台の方に持っていきます。で、ここで、こねこね。マレー肉こねこね、マレー肉こねこね、過激な映像が流れますので皆さんお星様でお楽しみください。マレー肉こねこね、マレー肉こねこね、2つのマレー肉をきれいに合わせていきます。はい、ではまずこね終わりましたらですね、次は、このこね終わったマレー肉の方をしっかり揚げていきます。あ、ロクちゃん、こんにちは。今ちょっとマネコロ作ってるところでした。作ってんの？はい、ソスさん、こんにちは。上物ですか？うん。何個いりますか？150。150、かしこまりました。じゃあ、150個で。1、10、100、1000万、10万、100万。いつもありがとうございます、ソスさん。はい、どうも、またお願いします。いってらっしゃい。ありがとうございました。はい。ロックちゃん、こんにちは。今、ちょうど、マレ肉が、いいマレ肉が入ってて、ちょっとマレコロクッキングしてるところでした。いや、なんか、あれ、なんか、聞こえるって、調理してそうな音が聞こえるって思って、靴脱いでここで聞いてた。え、ずっとここで見てたの？うちが調理してるの。今さっき入ってきて、あれ、なんか調理してるかもって思って、うん、この辺で聞いてました、ここら辺。危ない、これロックちゃんじゃなかったら、第3のマリニクになるとこだって、これ見られたら危ない。ロックちゃんだったから、従業員の方だったからよかったけど。めっちゃ可愛い、こねますとか言って。よかった、ロックちゃんで、ね、危なかった、違う人だったら危なかったよ。バリ面白かった。あ、こんにちは。みかりん店長。ちこ今ちょうどどうですか、新鮮なお肉が手に入ったんですけど。あ、嫌です、帰ります、すいません、ありがとうございました。待ってください、みかりん店長、なんで来たんですか。じゃあ、いや、あ、コロモちゃんに会いに来た。あ、じゃあみかりん店長ちょっと待って、いいものあげるから。ややこしい、ややこしい。私は外で説教されてたとこなんだよ、実は。え、なんで、誰に、誰に説教されてたの。初めて会った人に。え、怖っ。ちゃんとしろよって。だからちょっと待たせてんだよね、実は。あ、ちょっと待ってください、急いで。今、いはい、これ今作ったばっかだから、ニカリン店長。出来たてほやほや、出来たてほやほやの、うちの大好きなフライドフィンガーと、うわー、これほら、これ片手で食べやすいマレコロと、あとこれニカリン店長最後の日なんでしょ。 え好きな人と飲んで。あれ、チュック落とせない。荷物パンパンかも。待ってよ、荷物入れるわ。パンパンすぎてやばい、もうやばい。そうではな、今日パンパンだわ。今日最後なんですか。あ、今日帰ります。どこにですか。日本に帰ります。戻ってきますか。なかなか難しいかもしれませんね。え、マジか。3日後ぐらいに戻ってくるでしょ。ラバーシードは好きな人と飲むの。いいね、これちょっと渡すわ。ね、誰いるの。ニコリン、うるせえ、帰るわ。え、ニコリン店長って恋人いるの、そんな感じで。え、うん、はい。ニコリン店長、恋人いるの。いない、いない、いないよ。なんかいる雰囲気だったじゃん、なんか。いないって、本当にいないって。本当に、これはガチ。うん、聞いてみ、みんなに。いないって言うから。好きな人はいるの。うるさいな、もう。ちょっと。これ好きな人いる感じだよ、ロクちゃん。うるさいな。わかんない、わかんない。今来たからわかんないよ。あ、待って、連絡先、待って、連絡先じゃなくて、これ。連絡入ってたかも。どういうことなってる。ちょっと、なんか来た、なんか来た。あれ、来た、来た、来た。来た。かわいいヘルメット。ちょっと、うちを勝手にしないでください。こんにちは、唐揚げです。こんにちは。どうしました。はい、唐揚げって言われてんだ。魔王女子の巻物。はいはいはい。みんなが心配してたよ。あ、本当ですか。今町に帰るんだろう、お前な。あ、に、日本に帰ります。日本に帰るの。はい。いつ帰るんだ。今日帰ります。どう帰る。こんなまま町が危ない日に帰るってのか。え、今日町危ないんですか。あ、ちょうど、今日は危ないよ。あれ、オッケーさ、今日はね、今日街は危ないよ。今日街危ないの。そう、今日帰ります。あ、そう、今日帰る。お母さんありがとうね。うわ、違う、待って待って待って。あ、いいですね、お母さん。なんで手錠持ってるんですか。すいません、
あのね、大川さんは私のんですね、あのまあマイクロンズでもありますから通報する権利はありません。すまないな、魔法少女カメの子。もう全然じゃん、もう 自治会長じゃなかったの。ねえ、私はね、一応この間自治会長やって。でもね、あ、直してくれ、ありがとうありがとうありがとう。どうして帰るんだ、ね、どうして帰るんですか、確かに聞き際がいい。え、なんてどうして帰るんだいだって。あ、どうして帰る、ちょっとね、お家の事情、なんかもう 一息で言うとお家の事情。お家の事情なの？もっと長いんだけどね、本当は話すると。あー、そうなんだ。語ると長い。いや、長い話してみたや。いや、ちょっと長くなるんでやめときます。あー、そう。いや、はい。ニカリン何時までいんの？え、今日は0時頃に帰ろうかなって思ってます。0時頃って、お前この10時から11時までこの町はね、ドンパチドンパチお前行ってね。え、そうなんだ。そのお前奇妙な見送るような雰囲気になかなかなんないよ。いや、別にいいんです、いいんです、そんな。うちは見送る、うちは見送りますから。確かにそう。いいですって、君のことを心配してくれる子はたくさんいるんだろ。なんならドンパチ中に帰った方が、やめてだな。帰れねえよ。あのな、ドンパチ中だなんて、お前、うちのその社員の子たちが聞いたら、お前、それな、ひべをお前あげて、君を締めたんするよ。怖い怖い、またやるの。え、ね、こね、そうなんです、この人、私のことを前、ま、締めてはにしたんですよ。え、そうなの、犯罪者なの、ニカリン店長。違うのに、違うのに。でも、うちの子たちがね、君のことをとても、慕ってるのを私は聞いてますから。ありがたいです、すごく。ね。はい、だから、帰らなきゃいいじゃん。うん、う、帰らなきゃいいじゃん。そうだ、違う違う。いいじゃん、いいじゃん。だから、頑張ってね、みたいな、あれかと思った。うん。帰らなければいいな。あ、でも、帰らなきゃいいじゃん、別に。違う違う違う。いいじゃん。違う違う。でも、グッバイカンパニーさん、本当に、いろいろお世話になったので、だし、あと、すごい楽しいイベントすごいやってるので、今後も、ね、街を盛り上げてきて、怖っ。何よ、ファイティングポーズ、なんだろう。怖いな。何、何、何。何が悪かったの、おじゃん、怖い。帰らないといけないの。うん、帰らないといけないです。で、帰ったらいつ帰ってくるの、次。あ、2年後とか。え、あー、マジか。2年後そんな長いのか。はい、じゃあ。あ、はい、ありがとうございます。そうなったらもう帰らなきゃいいじゃん。なんで、ちょっと話がどうなるかな。言ったな、2年後って。うん。2年後に帰ったら、少なくとも2年後とかかなって感じですね。少なくとも2年後長っないな。まあ、はい、そんなに私たちを待たせるのか。そうだよ。本当に待てるのか。まあ、でもね、私がみんなに会いたくなってね、帰ってくる可能性もね、なきにしもあらずではあるので、ね、ればいいじゃん。すぐなればいいじゃん。なればいいじゃん。なればいいじゃん。味方いないよ、今。いないいない、今ところ。いないいないよ、味方は。はい。はい、ありがとうございます。すぐ帰ってくれるんだったら、なればいいじゃん。なればいいじゃん。なればいいじゃん。何その、じゃんのやつ。じゃん、何それ。わかりました。気持ちはすごくいただきました。はい。考えてみてよ。考えてきます。はい、検討させていただきます。ありがとうございました。ちょっと私、スケートボードもないから、走って帰るから。走って帰るんですか？送ってってあげようか？どっか行くの？そう、今のちょっと、いいよ。送っていきますよ。うん、すみませんね、かなげちゃん。いいよ、どこまで？はい。怪しいでしょう。ちょっとまあ、本部まで送ってほしいんですよ。本部？どんどん乗ってください、オープンカーに。サブちゃん、何言ってたの、お前。何だ、お前。ちょっと、もう随分見かけなかったけど。ああ、そう、忙しかったの。ちょっと現在進行形。あ、喋ってる。先に帰らないといけないから。サブちゃん、またな。またね。はいはいはい。どこですか、本部。な、猫カフェの近くなんだけど。はい。猫カフェの方行ってみて。あ、この辺、この辺、猫カフェの。うん、猫カフェのところ。猫カフェのとこ？うん。君はお前、なかなかお前、立派なスポーツカー乗ってるの。え、かっこいいでしょ、これ。私のオープンカーってのは好きなんですよ。え、オープンカーよかった持ってて、オープンカーってのはな、君もお前、耳がお前そんなキュッとなると思うんだけどさ、オープンカーじゃなかったら、うん、まあ私もな、髪の毛がまあそのフォンフォンしてるからさ、うん、キュッとまあな、オープンカーじゃないとまあ引き締められるな、その感覚になるんですけど、この解放された感じがお前な、自由だよね。髪の毛が解放されるんですか、ちゃんと。猫カフェにお前ってのどこ行ってんだ、お前は。これ、ね、
フェ、あ、だって猫カフェこっち。これも魔法少女からだよ。ここで合ってます。ピン刺したとこ。こっち？おお、あ、そっかそっか。やばい。そこを通るこうと。うわ。こっち魔法少女カフェだった。ニカリン店長がいたから間違えちゃいました。君はまぁ、あな、あの BMC からお前なかなか出かけないから、お前さて街のお前お店もな、ろくにお金をしないから、たまにはこうやってな、オープンカーを持ってんだったら泥棒しないとな。あ、確かに。え、今日マックさんのおかげでドライブできた。はぁ、でもこのまままっすぐ行って、猫が上に行かないでよ、はい、このまままっすぐ、はい、まっすぐまっすぐ。え、どうやって来たの、マックさん。ここでくるっとた、回った。え、こっちくるっとた、こっち。おお、それくるっと回りすぎない。少し右側に曲がればいいんだよ。あ、こっちですか、こっち。うん、で、ここでまたくるっと左に曲がって、こっち、こっち、こっち。さあ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 、パトカーが止まってるだろう。あ、ここ。あ、そうです、私の部下ですから。はい、どうぞ。はい、ありがとう。はい、またね、マックさん。うん、ありがとう。はい、失礼します。うん、バイバイ。ペスカさんにもちゃんとよろしく言っててください。今度待ってますから、カスタムうちにさせてくださいね。うん、プスカさんによろしく言っといて。お願いしますよ、うちにも。ありがとな。はい、はい、失礼します。かわいい、なんかドラえもんみたいでかわいい、マックさんのヘルメット。マジに来たよ、ガチャ。あ、こんにちは、先輩、客です。客だ、店の中に。でもちょっと待って、お母さん待たしてるんで、ちょっと。あ、はい。ジョーカーさん、こんにちは。こんにちは。回しに来たよ、ガチャ。ありがとうございます。充電する、今日も。充電する、充電する。どうぞ、やってください。運試し。運試し。あの、美味しいね、今日ね、新鮮なね、マレ肉が手に入ったんで、今日いいですよ。じゃあ、行くよ。はい。はい。はい。早っ！ね、自分でも何回回したかわかんないでしょ、絶対。これで逃げる？無理？これ。あ、当たり一回！あ、早すぎる！何回やった？何回やった今？え、わかんないもう。今からやるわ、じゃあ。はい。わかんないこれ。もう一回やろう、もう一回。もう何回回したかわかんないこれ。一回目ね、これ。前肉コロコロ、はい、あ、惜しい。前肉コロコロ、コロコロ惜しい。惜しいな、前肉コロコロ。高め、惜しい。前肉コロコロ。4回目、あ、惜しい、惜しい。前肉コロコロ。惜しい、6回目。バレニッコロコロ。惜しい、8回目、8回目。コロコロ。惜しい、8回目。バレニッコロコロ。また惜しい、9回目。コロコロ。惜しい、9回目。コロコロ。惜しい、やばい。ラスト。はい、ひふみ。あー、惜しい。惜しい。全部外れじゃん。ダメだわ。ダメだ。さっきのやつの方が良かったな。さっきのやつの方が良かったね。うん、1回3回。ゾロ目出てたもん。早っ！あれ、待って、うちの。はい。また出てた、ゾロ目。え、すごい。え、あ、惜しい、うちも662。じゃあ、ジョーカーさんは、じゃあまずこちら、ラバーシード、うん、これ好きな人と飲んでね。え、ジョーカーさんって好きな人いる、この街に。好きな人、うん、どう思う。え、なんかね、いそう。まあ、いるね。いろいろあったからな。いろいろあったんだ。うん、むしろだから寝ちゃったからこそね、そういう気持ちになってるかもしれないね。寂しいなって思い始めたってこと？そう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 。わーお！そういうことか。近くにいたら気づかないことってあるよね、確かに。そう、失ってからね、気づくものっていう。おいおい、ジョーカーさん。あげころいないの、そういう人は。でもだって好きな人はいっぱいいるけどね。うん、そのライクだよね、だから。そう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 。ラブではない。ラブではない。え、どうやってラブって気づいたの、ジョーカーさん、逆に。そうだよな。難しいな。難しい、難しい。だってさ、うん、本当に好きな人いっぱいいるんだけどさ、それがラブだってどうやって気づくの？そうだね。なんかでも、その、一緒にいて楽しいっていうのは、みんないろいろ、遊ぶと思うから同じ気持ちを抱くと思うんだけど、うん、なんかなんだろうな、この人とでも一緒に長いこといたいなって思うかも。難しいな。そうなんだよ。でも難しいよね。それはでもなんかなくな
亡くなってたかいなくなってから気づいたっていう感じ、うん、やっぱいなくなってから気づく。あ、ちょっとお電話だ。電話、うん。はい、もしもし、つるぎさん、どうしました？やろうや、レース。あ、ちょっと待って、今ね、ちょっと恋愛トークしてたんで、ちょっとだけ待っててください。詳しく。じゃあ、つるぎさんもマネキン屋に来て。何恋愛トークって。今、恋愛について聞いてたの。誰に？ラブとライクの違いについて、ジョーカーさんに聞いてた。ジョーカーさんに？ジョーカーさん詳しいの、そんなの。ジョーカーさん詳しいよ、今すごい教えてくれた。マジ？うん、え、ちょっと行こうかな、じゃあ。で、ちょっと待ってるから来てください。つるぎさん、あ、オッケー。来て、じゃあ、はい。ちょっと俺も教えてもらうわ。あ、うん、教えてもらおう、一緒に、ラブとライクについて。ちょっと俺もモテたいし、ちょっと行くわ。分かった、失礼。はいはいはい。ジョーカーさん、愛の伝道師ということで、今からつるぎさんもラブとライクの違いを聞きに行きます。つるぎも来んのかよ。愛の伝道師だよ。あ、つるぎさん、こんにちは。こんにちは、久しぶりですね。もう、つるぎ久しぶりやね。ちょ、恋愛について教えてくださいよ、俺も。はい、ラブとライクの違い。え、つるぎさんはさ、好きな人いる？いない。いないの？うん。え、あれは？なんか、ライクは？結構だってみんなと喋ってるじゃん。え？ライク的な好きな人とか。確かに。ライク的な好きな人ってどういう意味？友達ってこと？そう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 、友達っていうか。あ、げころとか。あ、え、でしょ、うちも今つるぎさんの話してたの。え、これじゃあラブやん。いや、詰まるところこれ。軽い。恥ずかしい。いや、何軽いやん。なんかつるぎさんからなんかあんま気を感じないから違うと思うち。え、つるぎ的にラブな人ちなみにいるの？思ってる。いや、ラブな人いない、ラブな人いない。それはその気づけてないだけとかじゃなくて？いや、そんな鈍感系主人公じゃねえわ。え、つるぎさんって鈍感じゃないの？鈍感じゃないよ、敏感系だよ。敏感系だよ。正直クソに無そうだって思っちゃった、ぶっちゃけ。そういうわけじゃないんだ。うん。へえ。え、じゃあ別に答え言わなくても分かるくね、鈍くないんだったら。確かに。何答えって。いや、だからライクとラブの違いって話してたけどさ、え、つるぎさんわかんの？ぶっちゃけ上げころは鈍そうじゃん、だって。だから、わかんないのかなと思ったけど。いや、もしかしてうちも敏感？本当に？敏感系？敏感なんだ。うちも敏感なの、もしかして。敏感系でしょ。敏感系女子。そんな敏感かな。つるぎさん、ちょっと説明してください、ラブとライクの違い、うちに。確かに。ラブとライクの違い。知らなそうだけどな。つるぎ、そう、どうなの？多分ライク顔タイプじゃないんじゃない？多分。バリエグ。顔タイプじゃエグ。じゃ、わかりやすく言うと。ねえ、わかりやすいけどさ。顔がタイプじゃない、むしろラブじゃないの？その、なんかまあ、いろいろあると思うけど、ライクで、一番こいつライクだってなるのは、マジで顔タイプじゃないのが、本当に無難オブ無難じゃない？いろんな理由もっとあると思うけど。うん。わかりやすく言うとね、本当に一番わかりやすい基準、うん、でもじゃあ顔タイプじゃなくても友達としてはありってこと？何、あげころが顔がタイプじゃないって言ってるわけじゃないよね。なんでそんなひどいこと言うの？ちょっとそんな違う、もらうの強いぞ俺は。めっちゃけつるぎさ、あげころは顔タイプだろ。ちょっと見て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 、かわいい、ほら。あ、でもね、だいぶかわいい方だね、もう確かに。だいぶかわいい方だねって何ですか、その、何ですか、そのなんか、何と比べたんですか、今、かわいい方なんて。誰と比べてだろ。いや、違う、そのアベレージよ、この街のアベレージ。アベレージ的にね。じゃあ、中の上ってこと？あ、そう。失礼だよ、中の上って結構。ちょっと、俺は？つるぎさん。ね、決め顔やめてください、なんかその、なんか喋ってる、つるぎさん、口閉じてください。なんか喋ってます？ね、ずっと口動いてるよ。喋ってない、ずっとポーズ決めてる。え、嘘、うちからそのポーズ見えないよ、つるぎさんの。これ見えてるよ、全部。え、うち見えない。バリバリポーズ決めてるよ、今。何を、うちにはそのポーズね、伝わらない、つるぎさんのポーズ。え、俺伝ってるだけ？伝って口パクパクしてるだけ。マジか、なんでだろう。めちゃくちゃ見えるよ、俺。うん。じゃあ、それ聞かないんだ、うちには、つるぎさんのかっこいいポーズ。マジかよ。だから、お互い顔タイプじゃないんだよ。お互いタイプじゃないか、ライクだ、これ。俺ら、お互い顔タイプじゃねえのか。だから、こんな仲良くできるんだ、逆に言うと。そうだよ、そうだよ。だってさ、うちね、喋れなく
くなっちゃうと思う、好きだったら。あ、ね、俺なんかそれはそれでなんかさ、あ確かにね、ラブだったら喋れない多分。なるほどね、ツイギさんとこんな喋れんならラブじゃないからだ。じゃあジョーカーさんもじゃん。うん、だってジョーカーさんはラブの女の子がいるんだよ。え、そういうこと誰？そうだよ。いやー、それはちょっと言えないかもな、恥ずかしいよ。そこはいいよ、そこはいいよ。え、知ってる人？うちも。あ、え、いや知ってるんじゃない？え、誰誰誰？二人とも街来た時、分かった、じゃあヒントあげるわ、ヒント。うん。ヒントは公務員だね。え？公務員？うん、公務員。え、警察とか？いや、それはちょっと警察はや、なかなかだね。どっちか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 、警察ってすごいことだよ。公務員ってさ、救急隊が警察やん。うん、どっちかよ、どっちか。え、ね、すごい。え、それあとはあと、いやでもさ、これだけじゃ全然特定には至らないやん、うん、じゃどっちか、警察か救急隊かどっちか教えて。あー、あーいいよ、じゃあ人の情報じゃない、職業っていうより救急隊だって。救急隊、救急隊ね。確かに、じゃあ人の情報な、どんな髪型かとか。おい、桃美さんはやめろよ、お前絶対。いや、もう髪型、髪の色とか髪型ってえぐない。もうわかるやん、それさすがに。いや、どんな性格とか。でもないよね、確かに。あ、元気、元気、元気。え、大人ちゃんと。元気？あ、元気。いや、桃美先生も元気だよ。大人じゃないんだ。うん、大人なのか？桃美先生も元気だよ。元気タイプ。明るい元気タイプ。でもね、最近起きてきてないんだって。最近起きてきてない？うん、誰だ。なんか結構着てる服装だと、なんか白い帽子かぶってたね。ええ、白い帽子、え、知ってる、うん、うちも。いや、わからん、時期的に一生ぐらいかな。でも、ワンちゃん最初の文字は、もう言っちゃおう。ここまで来た。秘密にしてます。うちら口固いよね、つるぎさん。本当に？うん。うん、めちゃくちゃ固い。うちもめちゃくちゃ固い。言わないでって言われたことは絶対。いや、俺ら本当固い。本当に固いよね、うちら。うん。うん。ガチで？うん、ガチで。じゃあ、お互いどっちか破ったらどうする？どっちか破ったら。俺ら結婚するでしょ、そしたら。え、絶対破れないでしょ、だって。絶対破れない。絶対破れないから。破ったら結婚式あげることになっちゃう。あ、オッケーオッケー。わかったわかった。じゃあ、ガチで。仲いいでしょ、うん、ガチで破ったら結婚ね、じゃあ。結婚式あげることが嫌なのかよ、しかもそれ。破った結婚、オッケーオッケー。わかったわかった。いいね、これからさ、辻木さん結婚聞き、あ、結婚じゃないや、秘密聞き出すときさ、うちら結婚しますね、聞き出す。何でも聞き出せるやん、これで。何でも聞き出せる。わかった。いいよ、じゃあ。はい。ミレイちゃんだよ、ミレイちゃん。え？あ、綾菜美玲さん？違う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 、罪の。誰？あ、辻木さん知らないかも、確かに。罪ちゃん、青い髪の毛の子ですよね。そうそう、あげ心わかる？わかるわかるわかる。可憐で元気な感じ、うん、確かに。そう。え、そうだったの？そうなんだよ。結構遊びに行ったりしてたんだ。寝てるの、その人。しゃあないな。じゃあ、一枚写真送ってあげるわ。もうね、すごい結婚をこと自治したら、ね、教えてくれるよ、つみきさん。写真送ってあげる。写真まで見せてくれるじゃん。いいよ。お前らでも、作ったら絶対結婚させるからな。作るって誰に？そうだよ。はい、だってそう。送ったよ。めっちゃいい写真だ、見て。つみきさん。もうコンプリートやん、これ。結婚してるじゃん。結婚してるやん、こんな。結婚してる。いや、これ待ち受けにしてるんだけど、ずっと。え？え？ちょっとジョーカーさん、そんな進んでる大人だったの？進んでるね、だいぶ確かに。一緒に動物園にデート行った時に撮った写真。え、すご、進んでる。え、これ彼女は今何してるんですか？いや、寝てるんだよ、ずっと。もう起きてなくて。はあ、それこの、だから遊んでからもう一回ちょっと遊ぼうねって約束してからちょっと寝ちゃってて。はい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 。ちょっと前に起きたんだけど、一日だけ起きてて寝ちゃったのよ、また。その時は会えた？入ってない。ええー、なんか救急隊だからさ、忙しそうっていうのもあったし、うん、気がついたらもう寝てた。わあ。そうなんだよ。なるほどね。メールとか？あ、そうだね。メッセージでしょ？メッセージ送ったらよかったって後悔してるけどね、ちょっとだから。本当は今すれば。うん、今しておけば次起きたら連絡くださいって。ああ、うん、確かに確かに確かに。いいじゃん。いや、ちょうどね、バレンタインデーの時にぐらいに起きてたんだよ、私近くで。うん。
だからチョコ持ってたのね俺その時。うん。だから渡そうかなと思ってたんだからその時。寝てた。そういうことね。なるほどね。そっか、ジョーカーさん、こんな、これ誰に取ってもらったのところで。確かに。これは、ゴンに取ってもらった。ゴンさんね。ゴンさんに、うん。だから、まあ、一応知ってるけど、でも、この話は、身内にはほとんどしてない。あ、じゃあ、ガチで漏れたら。ガチ漏れたらやばいね。わかりました。うん、漏れたら、もう秒で分かるよ。漏れたら人生終わる。何ですか、つなぎさん。お前ら結婚すらマジで。あ、でも結婚は人生の墓場って言いますかね。そういうことですよね、つなぎさん。いや、そういうこと、そういうことです。さすがにそんなあげこれだからとかじゃない。そうですよね、顔がタイプじゃないと結婚しろ、ちゃんと。お似合いやん。ちょっと BMC の無線にしよう。あげころオンデューティー、おはようございます。おはよう、おはよう。おはようございます。今日はアクバデーだ、うん、やっぱりさっきの話が的中した感じじゃない。え、何の話してたんですか。今ギャングの人たちが運動会してるでしょ、街中で。はいはい。それで出張修理に呼ばれた時に、はい、お金儲けとしてはね、呼ばれて行って儲けれるからありがたいことではあるんだけど、うん、なんかそのいろいろその巻き込まれることも今そうだね、なったように話があって、つばめちゃんもこう、え、何この人って感じでこう警戒される。すみませんな、だからつって断るのもちょっと違う。大きな声でシャウトしながら出張修理です、出張修理です、出張修理ですってマジであり言いながら言うしかない。出張修理です、まあ、打たないでください、やめてくださいって修理します。どうしよう、まあ、どうしよう。今もうどうしようもないし、多分まあ電話かかってくるから断るわけにもいかないから、もうなるべく車は目立つ、もうギャングっぽくないちゃんと目立つ車で、なるべくステッカー貼ってこっか、うん、BMC だよって分かるように大きくステッカー貼る車1台用意して、うんうん、それを持っていく対処をしよう。言ってたら出張修理入ったので、うん、あ、ありま、気をつけて、いってらっしゃい。つばめちゃん、うち横に乗ってアピールしますよ。一人で、あ、社長、おはようございます。お、おはよう。ちょっと、どこ行くのみんな。今ね、出張修理に行ってきます。ちょっと護衛しながら、危ないから。 ありがとう。了解了解。またすぐ戻ってくるんで、社長待っててください。待っててください。気をつけて、待っててください。うん、おー、壁に絵描いとく。じゃあちょっと行ってきます。行ってきます。あ、つばめちゃん、これいいですね、ちゃんと BMC って入ってて。やばいそうな車が来たら言います。お願いします。はい、マグで必要。あ、出張修理です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 。あー、いたー、通り過ぎた。出張修理です、 BMC です。 BMC 出張修理。あ、ごめん、に削ると、あ、これ1台で大丈夫ですか。1台でお願いします。はーい、わかりました。ありがとう、あげころちゃん。はい、こちらこそ。社長、戻りました。おー、おかえりー。西野。はい。お誕生日おめでとう。お、え、今ですね、おめでとう、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。え、昨日も言ってもらったのに。ハッピーバースデー。あ、すごい楽だ。からありがとう、誕生日ケーキと、これはすごい、花ちゃんのお花屋さんにお願いして作ったお花と、マリニク屋さんでつまめちゃんが出してくれた
ケーキです。そしてルルちゃんがまとめてくれたメッセージがありますので、うん、すごい、お読みくださいませ。じゃあケーキも、とケーキと、じゃあこれはみんなで寄せ書きを書いたんで、え、見て見て、社長、社長見て見て、ぜひ見てください、これ。え、すごい、待って、おめでとう。そうなんだよ、すごい、しっかり読んで泣いて。すごくないみんな。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい。ありがとうね。待って、文字が重いよ。何回でも20歳繰り返してね。読めないよ。あれ、出た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 。で、これでうちらが両端に立って、誰か呼びます。誰呼びます。誰呼びますか。どこに立つの。誰が呼ぶか。見えるのかな、その見えるかな。見えるかな。全然私見えるんだけどな。なんか両手で全然この世界の監視カメラでもいいよ。監視カメラで撮るか。監視カメラでいきますか。端で撮って見えてる人。端で囲い込む感じがいいか。コパスさんと。これおっちゃんのケーキの持ち方。なんかうち変な持ち方になっちゃった。もう一回。なるよね。なるなる。あ、すごい、サウちゃん見えてるケーキ。そう。わあ、ありがとう。めっちゃいい、めっちゃいい。ニカリンのとこへ行こう。魔法少女カフェか。うわ、すごい、すごいカスタムになってる。うん、でっかい車あるかな。お、え、マルーン、すごい。今日だけ可愛く見える。え、乗ってください、乗ってください。本当なのか、ニカリン船長。なんかこれもなんかの一環だったりはしない。ドッキリかもしんない、ニカリン店長がやることだから。帰国ドッキリは良くなさすぎる。確かにね。そうだね。一番良くないか。ことは良くないな。ここですか、ニカリン店長の出待ちの場所。そうです、あちらに待機列がございますので。ここで一人ずつ今お別れ言ってるんだ、待機列並んで。なるほど。並べ。すごいね。あ、のりこおはよう。すごい。アイドルだ、ニカリン店長。ね、握手会みたいになってる。そんななってるなんて。CD 買った？ CD、あ、これ握手券で。CD 買わないと握手できないわよ。そっか、CD ないといけないんだ。CD 買おうね。なるほど。何枚買いました、皆さん。30枚よ。30枚って10枚、すごい。やべ、スーパーシャウトで喋ってた。やばい、危ない。シャウトで喋ってた。やば。みんなに声が轟いちゃう。危ない、危ない。すまん、すまん、すまん。うわ、BMC ちゃん。あ、BMC のターンだ。BMC のターンだ。ニカリン。ニカリンちゃん。いってらっしゃい。4桁。ありがとう。誰も喋らないんかい。ちょっとみんな様子伺っちゃった。今日は何デーの日ですか、この服は。サキュバス。サキュバスで。なんでサキュバス入れちゃった。絶対違う。ジェフリーは絶対違うだろ。ニカリン、実はウッドマンは俺だったんだ。まあ知ってたよ。知ってたのか。大失敗だ。バレたんだ。なんかで不意にしちゃったんだよ、確か。そうだよ。ニカリン帰るな。いやー、引き止めないでくれよ。なんか BMC、なんかさ、その西野がすごいのよ。西野がすごいのよ、本当に。なんか日回もすごいよ。え、違う、西野の方がやばかったんだよ、街来てすぐ。あ、そういうことね。で、それが街来てすぐが得意の意味で。あ、すごい。あ、違う、それと振り幅、振り幅。そう、街来てすぐがすごかったのが、まあ私もだったんだけど、西野さんはかなりすごくて、それがもう社長のこれ、しかもBMC というみんなね、もうみんなが来るような、社員も多いし。いや、そんなそんなそんな、うちの話よりもニカリンこそこうね、街のイベントとかたくさん盛り上げてくれて、それこそニカノリとかね、西野が楽しく過ごせてるのももうニカリンのおかげな部分がすごい多いから、大きいから。泣いちゃうから。本当にありがとう、たくさん楽しいイベント、本当にありがたい。飲食一番盛り上げてたろ、お前が。そういうことない、みんなでやったよ。マリアさんだよ、本当に。いやー、ちょっとね、帰国って言っていいけど、待ってるから。ありがとう。また一緒に遊べる時があったら、すごい嬉しいから、その時まで。すごいぞ、こんな、別れの際にこんな長蛇の列ができる。そうだよ。そうだよ、面白かったよ。
入れだろ、こんなの。入れかも、わかんない。0時に帰れると思うなよ。あと3時間引っ張るからな、俺たち。いや、待ってね、お前、引っ張ろう。帰れよ。なんでそんなひどいことやるの、にかに。うちらで2時半までこれ喋る。ずっと並んでんだもん、人が。すごい怒られる。アイドルの握手会みたいになってる。また来ていいの ?2 週目マジ。ない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 。剥がしとかいないからね。みんなのね、そう思い出はすっごい全員にあるんだよ、マジで。私は語れるよ、語れるけど、まあまあちょっと語らないんですけどね。語れよ。いやもう長くなっちゃうからいいよ。で、本当にみんなのこと大好きなんで、これからもマジで長く頑張ってください。いつでも連絡してね。本当に何か戻ってきた時には絶対また話そう。どこかで繋がってるからね。メール飛ばしてくれたらいつでもタロットめくるからね。うわぁ、つばめさんのタロットは怖いからな。怖いんだ。当たりすぎて怖いから。本当に怖い。ありがとう。じゃあさおちゃんが多分話したいことがあるっていうから。さおちゃん、これ渡せたら大丈夫だよ。どうした、また大きくなったね。これ。なんだこれ。後で見て。ちょっと、ま、後で見ていいの？今見ちゃダメ？見てもいいけど。今見ていい？今見るね。ねえ。あ、あもこちゃん、あもこちゃんじゃない？誰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 ？キーボード洗ってそうな名前だ。あれ？あれ？キーボード洗ってそう。誰？誰？誰だろう。乾いた？キーボード。キーボードまだ乾いてない。怖いよ。ありがとうね、サウタ。ありがとうね、リッタリー。大事にするね。じゃあ、キーボード乾かさないと、一回でもで皆さん、じゃあ、いや、本当に。ありがとう、ニカリー。本当にありがとうね、みんな。これからも BMC 盛り上げていってください。ありがとうございます。頑張るわ。ありがとうね、ニカリー。ありがとう。またね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 。ありがとうね。え、大家さん、聞いた。頑張ってね、魔法少女。お前は乾かしてますね。バイバイ、ニカリ。また明日。またね。明日戻ってきて。無理無理。画面が溶けちゃったんで、ちょっと瞑想してきます。入っちゃったかな。今ね、やっと入っちゃった。あー、じゃあやばい、画面が溶け溶けだ。ニカリ、戻りました。おかえりなさい。ニカリン知らない。それ以外知らないですか。バッグいります。待って見えなかった。この見た目。これあれだよ、スピードカットなの。うちも車取ってこないと。